いや、この状態になるとめんどくせえんだよな。もう一回指定しなきゃいけないのはね。まあ、しょうがない。すべてを。すべてを騎馬隊に注いだ。まあ、罰というかね、ツケが来てしまいましたね。はい、ということで、整え直しました。恥なのよ、これはもう。はい、ということで、黒川城陥落。小枠でドン。ああ結構来そうな感じだね。小杖姫能弁持ちだ。優秀。まあ来るよね当然ね。いや本当に結構来たな。3人しか断らなかったですね。津川城、あ、まあまあ行きましょう当然。今が動くべき時ぞ。で、さらにだ。動かしちゃう？ここに大宝寺とかもありのような気もするけどね。ちょっと春宗に分からせるっていうのも。まだまずは芦名終わらしちゃいますか。まあ、当然、長尾が動きますよと。長尾が動きますよと言うんだったら、ここで我らのリーサルウェポン、武田を動かしましょう。飯山城48000。これじゃない、飯山城を行かせてしっちゃかめっちゃかにしてしまいましょう。認めよう。認められた。さあということで流れ的にね、長尾戦に突入しました。でまあ当然こっからも援軍出てるんで、でこれ出させて遠くに行ったら、まあ、格納とか檜山から出して港城および大保持城取ることにしましょう。でも援軍必要だな間違いなく津川城は。さあということでちょっと遅ればせながらね、6部隊追加で出陣させます。続きなさい。あでも大丈夫だと思ったよか、出てないわ。散発的に出てるから合戦か合戦かどんどんやっていけば問題はなさそうですね。さあまずは8000か2部隊かな。うん、そうだね、直江だ。やってしまいましょう。はい、無事勝利しました。まあ後からちょいちょい来てるけど順繰りに来るからね、まあ、それを順繰りに蹴散らしてやりましょう。で多分そうだよね、武田側に向かう軍も出てくるよね、そうなってくると。なんでもう長尾をしっちゃかめっちゃかなんで、まあもうどうしようもないでしょう。信玄なんぞ。ああ援軍攻略の、攻略の援軍求めてくんのか。いやこれめんどくさいな。遅れてはならぬ。長尾の食い合いになるからちょっと急いだ方がいいな、これ多分。上杉智貞、そう合戦会にできなかったけどね、騎乗します。止めない。あいいですよ頑張って守ってくださいね。で強行して一歩くさい、まだもうちょい平気かな。国衆取り込み、あまあでも一応収入プラスだから大丈夫か。聞いていただけますか。兵力支援、いや国衆取り込みかな、まずは。いたします。で多分あこれ影虎じゃん誰かと思ったら、影虎は今が動くべき時ぞ。友貞行った方がいいから、ちょっともうちょっとだけここにいてもらおう。でそう春宗がここにいて、中野宗時がここにいるんで、じゃこのタイミングでまず港城行きましょう。まあ、この3体プラス増援で十分すぎるぐらいでしょう。さらに大宝寺をね迎えます。もうてんやわやん長尾領ね。じゃあこの4体プラス増援ですね、参りましょう。まあ、問題はないと思うよ。あ北に来たよ今度。陣を構えよ。北に来ちゃうんだね。合戦か剣心。
万対7000って。しかも一部隊。やる気ないじゃん、剣士。まあ、バシッとね、蹴散らしてやりましょう。対戦。さあ、騎馬隊再び先陣切りましたね。出た、越後ドラゴン。心に義なき者らを蹴散らしてくれ。俺さん、剣心の戦法のさ、軍心がめちゃくちゃ強いんだよね、混乱不要だし。戦略というものを見せてくれ。とは言ってもっていう状況だけど、やっぱね、軍心はね、うっとうしいです。混乱強いし。さあ、挟み込みました。この戦法を見て、勝敗を決めてやりましょう。軍心前にやれっかな。なんとかなりす、あ、なったね。義理を果たしたって言っちゃうんだ。ちょっとその言葉、剣心の口から聞きたくなかったけどね。はい、今ぞ。剣心全然撤退しないんで。のき口が落ちました、最初。なんだこれ。はい。辞書。いやでも北に行った部隊気になるな。ね、大宝寺城とさ、あと檜山城だっけ。この辺の部隊。この城、あ、もらい受けました。考えてるうちに落ちてしまった。はい、ということで足舐め通報を池取りとした小爆でドン。まあ獅子祭は来るけど、穴沢は欲しいね。穴沢はこれ柿崎来るかな。柿崎一回うちを裏切ってるんですよね。精神性お使いします。そうね、そう、一回来ないとなかなか来ないもんな。なんとありがたい。はい、ということで足舐め終わりました。で、異常なんだけど、米が余ってる連中でもって柴田城行っちゃいましょう。合戦会できないんだよね、友貞がいないから。友貞米3日なんだよ。今が動くべき時ぞ。もうダメじゃん。はは、合戦会にできないけれども、だでもまあ兵力でもって命令を下され、押し潰せるのではないでしょうか。皆の者、戦の支度だ。皆喜べ。早っ、攻め落としたぞ。武田強っ。絡めとおばく、ドン。水原、まだ来ないな。中心高いから。ありがたく帰らせてもらうわい。早っ。異様に早かったね。あ、でもこれしかも武田、春日山行っちゃってんのか。春日山はね、与えたくないんだよな、安塚神社があるから。これとなると、いよいよ武田とことを構える流れになってきたのかな。ねえ、なってきたっぽくね。さらに援軍頼める。話すだけ話して。援軍は頼めないか。いやー、そっか、何はなくともちょっと神殿じゃないや、足並みを整えましょう。はい、津川城、黒川城整えました。で、黒川城、正幸上進できるようになったんで、ついに正幸一城の主となりました。で、取り付いたのは大宝寺城ですね。そうそう、と港城も取り付きが始まった。登用しましょう。申し上げますぞ。いや、これ春日山困ったな。そう簡単にはでも落ちないんだろうか。願いたいけどね。あ、援軍出せるけど、まあ、ああ、防衛って感じじゃないな。援軍って感じでもないね。ていうか、これまず飯山に誰か入れなきゃいけないじゃん。誰入れよ。ここは間違いなく落ちるでしょ、この城は。どうしよっかな。関東関連のぶち込んどっか、とりあえず。取りに来ますね。もし捕らえられて向こうに行ったとしても、まあ、ちょっと上杉の打ち際が始まるだけですよ。一応防衛出しといた方がいいよね。やるだけやっとく。進め。さて、で、柴田城に集まり、3000か。さらに5詰め出せんだったら出すか。出せはするけどっていう感じなんだけど。
動かし方が。まあでも行きますかね。さあちょっと雑になっちゃってるような気がするんですけれども、10万動かしましょう。出陣する。これね、耐えられないような気がすんな。兵糧怪しいのが里みたい。野戦となる、陣を構えろ。出てきたのは港か。港はじゃあもう落ちたね。大宝寺もこれ落ちたんじゃないか。多分落ちたと思う。問題は柴田城だとなると、弟高春弱っ。なんだこれ。え、誰こんな弱いの。何家臣、六角家臣。なんで六角家臣流れてきてるんだよ。使えてみるもよいしょ。あ、守りきれたんだね。ありがとうございます。上杉乗りますが、じゃあここに落ち着いたじゃん。飯山城に。花口よしや。さあ港城陥落。賭博でドン。まさか帰ってきたりはしないよな。いや、中野村の時優秀だからいてほしかったんだけどな。まあ、当然来ませんわな。放つだ。まあ、記事考えておる。で、大宝寺城もまあ問題はないでしょう。どっからできてんの。伊達春船じゃん、誰かと思ったら。そんな合戦か。どこで今が動くべき時ぞ。お、広、こんなとこまで入ってんだ。いや、まあやってしまいましょうね。え、風吹いて領土取れるし。さあさあ、みんな決まったぞ。これで壊滅しちゃうんじゃん。壊滅まではいかなかったか。坂戸の146点。これでも入れ替えたら突撃入るから。あ、でも旗の上にいるから突撃入らないかもね。桜井よし、桃の井よしたか。桜井に来て打ち取りました。はい、坂戸の壊滅。なんだこれ、やっぱ突撃入ったね。さ、取られるけれどもだよ。あ、まずい、これ矢が降り注いでるね。ちょっと一回引っ込む。で、山上道級の菊池氏康で挟み込んじゃえばいいんじゃないかな。さあ、エチゴの正気。おー、エチゴー。いやいや、軒口の上で死ぬなよ。踏みとどまるなよ。うわー、きっつ。え、これエースよ。エース。そんなエチゴの正気を父にかよ。いや、わけわからない戦で死ぬなや。死ぬなやって無茶な話ではあるんだけど、桃の井と、よりによって桃の井と同じ戦場で死なないでほしい。この桃の井です。ここまでも響け。いやー、もう仕方ないんだけど、ね、仕方ないんだけど。はあ、そうですか。で、取り返したらもう北はね、完全に内政で固めてしまって。どうしたね、兵糧がない、ゼロ点。もう帰れない、たどり着かない。敵将、おはい、打ち取ったり。お、誰だ、春宗か。敵将ぞ、捕獲でドン。縄をかけよ。え、春宗くせえぞこれ、打ち取ったの。お断りする。よろしいですかね。あ、来ちゃった。あ、北にぶっ込んどけいいんじゃないかな。ね、最初から忠誠高いしさ。まあ、内政役として港城に叩き込んでおきましょう。大久保でも耕しとけ。ありがたき幸せ。二度と会うことないでしょ。誰、竹の又義経。セーフ。セーフ。よかった。色なぞ早々に奪って。で、大宝寺を陥落しました。やっぱ敵将ぞ。バックで
ドン。縄をかけよ。高梨正頼、ぬくい。なんか中性低くない長尾、全体的にね。どうしたの？力を尽くす。これ寝返りしかワンチャンあるんじゃないか、もしかして。長尾龍だってだいぶちっちゃくなってるもんね。なきにしもあらずだよね、これね。喜ばしいですな。潮松衆取り込みました。引き抜き。誰？力を尽くす。妖腕があります。あーね、あの刀肩にトンってかけてる人だよね、これね。微妙微妙です。だったら温泉ホール。わかり申した。さあ柴田城取り付きました。春日山、うわー怪しいなこれ。落ちそうだね春日山ね。武田の同盟2ヶ月を切った。いやこれ本当に武田と同盟切る日近づいてきた気がすんな。はい、柴田城陥落しました。トバックでドン。いやもうどうなってんの中世ねえ、ボロッボロなんだけど。連戦、いやもちろん行きましょう。途中上今が動くべき時ぞ。手際よく城を奪おうぞ。何部隊か酔板も攻めさせたいね。これすべきない気がすんな。これね、多分2万と8900だと春日山落ちないような気がするので、うちでも出ましょう。春日山ね、共闘とかできんの？喜んでかかりましょうぞ。どのルートすごいことしてっけど。あ、じゃあこれ遅れてはならぬぞ。めちゃくちゃ雑なんだまずはね、この春日山攻撃軍が全滅するのを祈りましょう。で、ふん詰まるのもあれなんで、今が動くべき。酔板も行きましょう。佐渡はさすがに無理だろうな。工場準備したけど、いやできダメでしょこれ。工場落とすのよ、頼むから。シャレにならんから。落城は、はい、大助けます解明、まあ、強制イベントなんでせっかくだから見ましょうか。大竹は代々大家康上杉家の家裁を務めた家柄で、イミナの一時に助を拝し、出家後は道のつく豪を名乗る通例があった。これは知らない。東大の助政もまた道よ、佐々木道よじゃん。それ以外に三落祭のなんていうの、西郷っていうのも用いている。法名とかそういうこと。いやでも西郷だから多分違うんだろうな。これはこれでまたなんか違うやつなんだ。なんだこれ、ちょ日本の名前難しすぎ。楽しみなくて何の人生ぞ。戦乱の世とはいえ、大いに生を楽しまねばやっていけぬ。いや、わかる。一説に戦場の伝令として日本で初めて軍用剣を使ったとも言われる風変わりな武将太田三楽祭は、幾度くじけても関東の勢力の間を転々としながら不屈の精神で戦国の世を楽しみ生き抜いた男であった。楽しみっていうのがいいじゃんね。あ、っていうのは三楽祭だよね、多分ほんとそういうところが来てんだろうね、楽の字っていうのは、その三楽祭が報告をしてますね。元服ドン。あーん、あーんノーコメント。落とせないねこれね。うん、落とせない落とせない。よし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 、こういけるけん。いかがですかな。3名意外と狭いじゃん。坂戸も結局落ちなかったんだね。で、土地王はもう取り付いた。佐竹義明の兵が怪しんで、兵じゃなく米が怪しんで帰りましょう。これどん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 5詰め繰り出すべきなのかな。そんな気がするが、よろしいです。幸福本庄重長、さすがに忠誠が低い。でも所領安堵でしょ。ねえ、所領安堵じゃない方がいいかな。所領安堵しちゃうとここに居続けちゃうからね。だったら大切りでもくれちゃって忠誠ある程度上げて、
集落掌握維持したいから金与えて、じゃあこれで降伏させましょう。老害の喜びにござる。いや本庄信用強いからありがたいね。国頭スタートっつうのがあれだけど、願い、あ来たよ願い入り士官。騎乗はなしでこのまま行けんの行きたいね。士官矢頭直家、まあ、あでも砲術が混乱、これめちゃくちゃ序盤役に立つそうなスペックだね。誰が願えるのかな。寺島元定、残り短き命を閉して働きまする。佐竹義明は騎乗をし、この辺の連中でもって坂戸は多分間に合わないというか、これ武田が落としてるね間違いなく。一応北城を迎えましょう。城攻めに有効ぞ。多分米が尽きて帰ることになりそうな気するけど、一応ね。カス、おお動いたね。ていうのはうちの部隊がごそう行ってるからね春日山に。城攻めじゃ囲め。よいった取り付き。こうなると本当に一気だなこのゲーム。北ルート回しましょう。どうなってんの。な何これ。ちょっと待って、これ何、どんな計算したらそうなんだ。あのこっから行けないからね、しょうがない。うわよっしゃこのタイミングで天命か。そうか、あ嬉しいこと言うじゃねえがな、生まれ変わってくれ。またねー。よきせいであったわ。絶倫タネジーここで死去。何をしたわけじゃないけど、タネジーに関しては。